浜田翔子です。はい、なんかですね、嬉しいことにですね、こんにちは浜田翔子ですっていうのをすごいね、女性の方で見てますって言って、こんにちは浜田翔子ですってやってくれた人がいて嬉しかったっていう話です。はい、ということで今回はですね、ちょっと私はもうずっとモデルというか、そのグラビア系をずっとやってたので、ちょっとやばかったカメラマンさんの話でもしたいと思います。まあまあね、ちょこちょこそういうなんかカメラマンさんでやばかった、今カメラちゃんとした人すごいいっぱいですよ。ほぼほぼちゃんとしてる人ばっかりですけど、すっごい、あの、まあ最近多いですね、なんか捕まったりしてる人もいますよね。最近ね、捕まってる人いたな、ちょっとね、あ、そう、その、あ、そう、あったんですよ、その何々さん逮捕っていうね、ちょっとね、私の近い人というか、猥褻容疑で逮捕とかでね、結構そういうので猥褻容疑で逮捕したのは、グラビア撮影中のカメラマンという立場を悪用したっていうのとかって書いてある、その容疑を認めたらしいですね。でね、やっぱそういうのだとすごいいいね、なんていうの、今って結構そういうインスタとかでも何でもね、カメラマンさんとかと、まあモデルさんだとギャラなしで、カメラマンさんはいい作品を撮りたい、そしてモデルさんは作品を撮ってもらいたいっていうので、ちょうどね、お互い様に、なんかお互い良くて、インスタのために写真を撮ってもらったりして、それでフォロワーを増やしたりとか、お仕事にもなっていったりするので、今ってやっぱお金がかかった撮影というか、まあ、ちゃんとしたのあるんですけど、その雑誌とかはあるんですけど、それになるまでに、人気になるためにインスタで人気になってだったら、そういう人とかに出れたりもするわけなんですけど、自分で、ね、SNS で売り出すのもすごい大事なので、今ってやっぱそのお互いが、じゃ撮影しましょうってなったら、普通にプライベートでも撮影してもいいこととかも多くなったんですよ。昔は私の事務所も絶対にそういう撮影をね、マネージャーさん一定しかダメだったので、今ってそういうね、そういうのが多いですよね、多分フリーモデルみたいな感じで。もともと私撮影が本当に好きで、私高校生の時からそういうフリーモデルみたいな撮影会モデルっていうのをさせてもらって、もともとスカウトされる前から、芸能事務所にスカウトされる前から、撮影モデルをバイトみたいな感覚でやってたんですよ。なんでまあ、今もずっとそういうのは多分あると思うんですけど、すごい高校生にしては、まあいいお値段だったので、まあちょっとね、その会うのは初めましての人なんで、ちょっと怖いですけど、最初はもう絶対に親にも、そんなね、撮影、って言って、まあ言ったらまあ年上のおじさんとかが来るんで、高校生とかでね、そんなもう大事な娘を、そんな知らないおっさんにとか、もうめちゃくちゃ怪しんでたんで、最初本当にダメだったんですけど、友達とだったらいいよって感じだったんで、そこから私はそういう撮影会モデルっていうのを始めて、そっから芸能界にね、撮影がすごい楽しいなと思って、それたんど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 ん、なんて言うんだろう、撮影会っていうものは、まあ、17年間ぐらいやってたんですけど、まあ、撮影会とはまた違うんですけど、撮影会はそのお金をいただいてとかいう形なんですけど、やっぱそういうね、カメラマンさんとのやつだと、まあ、私の事務所は本当にちゃんとしてる事務所なんです。グラビア系に対しては、もともとグラビアがすごい推しの、グラビアアイドルしかいない事務所だったんですよ。今はまあ全然もうバラエティ豊富にいろんなタレントさんがいる事務所になってるんですけど、もともとグラビアを本当に推してる事務所でして、だったので、そのすごいやばい雑誌の撮影とかで、このカメラマンさんでちょっと怪しい、よく噂で聞いてる怪しいカメラマンさんとは一緒に撮影というか仕事がなかったんです。絶対にこの方は NG とかがなんかもう提出されてたのかなってぐらいで、なんでそういうのは、まあ、噂では聞いてて、グラビア撮影って絶対にこういう丸いね、絆創膏みたいな、ニップレスっていう、ニップレスっていう、こう、もうここに貼るやつです。これがあるとめちゃくちゃもうね、ちょっとね、水着がポロリしてもニップレスっていう、肌色のそういうバンドエイドみたいな感じで、私最初に撮影に行った時に、着替えてくださいって言って言われて、そのニップレスとアンダーショーツっていうね、肌色の横がストラップ、横のね、なんと、ラインが透明になってるやつとかを渡されて、え、何これってなって、で、これどこに貼るって、でもやっぱ結局ここでしょみたいな。っていうことがあって、めちゃくちゃ最初戸惑ったんです、ここに貼るの、乳首に。っていう、
ほんと最初びっくりして、こういうものが存在するんだってこと自体が、まあ、びっくりしたんですけど、そのね、このニップレスとアンダーショーツを渡してくれないカメラマンさんがいるっていうのを聞いてて、でそれがカメラマンさんとスタイリストさんとメイクさん全員連携プレイというか、もうこのカメラマンさんは、このスタイリストさんが絶対についてて、もう絶対ニップレスとアンダーショーツを渡さないでってモデルさんに持ってきてないんだよねみたいな感じで言われちゃうっていうカメラマンさんもいるらしいんですよ。私は会ったことないんですけど、有名な方なんですかね、わかんないですけど。だからそういうね、現場はなかなか私本当に遭遇したことないんですけど、なんかまあそのちゃんとした撮影は絶対私ないんですよ。あのカメラマンさんと二人きりにさせられるっていうのとかもほぼなくて、なんかでもね、タレントさんによってはその二人きりにして撮影した方がなんかいい表情できたりするから、逆に二人きりにさせてほしいですみたいな人もいるっぽいんですけど、私の場合本当になくて、それが結構ちゃんとしてて、なのでまあどっちにしてもまあ二人きりになろうが、そのね、そういうのは別にあんまり私はこだわったりはしてなかったんですけど、撮影に対してどっちでもちゃんとした顔がまあ仕事だから撮れるだろうって思ってたんですけど、そういうね、それなんていうの、本当に彼氏と撮ってるような写真を撮りたいなって思う、なんて演技派みたいな人は変わってくるかもなんですけど、そういうちゃんと見守って皆さんがいた中で撮影をしてるので、本当に仕事って感じなんですよ、撮影でも。なんですけど、やっぱりだんだん今はその SNS 時代になってきて、その一緒に撮影をしようよっていうのが、そのさっきも言ってたインスタとか載せるために、あのちょっとね、お休みがあったら撮影モデルとして私もできるから、お休みもお仕事のために撮影、なんかカメラマンさんもちょうど知り合いの方がいたから一緒にやりましょうってなったんですけど、最初はまあ普通の服とかで撮ってたりしたんですけど、だんだんね、あの水着とかもやろうってなって、なんかまあだんだんなんで、なんか最初から水着やろうよとかだとちょっと私引いちゃって、前そういうことがあってちょっと、あ、それはちょっと嫌ですねみたいなのがあったんですけど、そういう違う人でですね、ただだんだん徐々にだったんで、まあなんか大丈夫っぽい人だし、すごいなんかフレンドリーだし、まあいっかみたいな感じだったんですけど、初めてなんていうんだ、グラビア、ほんとそのもうなんだろう、そのね、作品にしようみたいなことがなってて、まあ、言ったらまあこれで胸を、あ、まあ、もうこれでいいんですか。これで、特茶で、ここを隠す、大事なところを隠すよ、みたいな撮影をしたんですよ。なんで、その時にですね、まあ、言ったら自分で、ちゃんとその、ポッチ、ニップレスっていうものを持ってきてたんですけど、ニップレスって結構でかいんですよ。でかいから、これは、ちょっとやめよう、みたいな。本当にギリギリだったんで、こういう。で、結構見えちゃう。で、修正するのも、結構大変だから、その、ニップレスを取ってやろう、と言われたんですよ。じゃあまあ、ちゃんとね、そう、ちゃんとだったら大丈夫かなと思って、まあ何回もお世話になってたから大丈夫だろうと思って、こうやってやってたんです、もう。取って、ニップレス。したらですね、ちょっと下げようみたいな、ほんとギリギリを攻めようみたいなってことで、もう、手、自分、その人のカメラマンさんの手で、こうなんていうの、こう、修正してきたんですよ。ここら辺を。もうめちゃくちゃ触られてんですよ。っていうことがあって、あ、もうこの人やばいなっていう。わざ、もうね、まあ、これ撮影のためなんで、私もありがとうございますって言って、ちょっとでも自分でね、いや、できるね、みたいな感じだったんですけど、ちょっと警戒してたんですけど、やっぱりね、そういう、マネージャーさんがいなくて作品撮りをするのって、なんだかなって自分の中で思っちゃったんです、その、触られた瞬間に。触られてはないっていうか、まあ、こうなんていうの、直してる手で触ってるってことなんですけど、たらもう本当に常習犯なのかなって思うんですけど、だから次からもしあると、次からもなんていうの、次もそれも一応仕事としてやろうとしてたんで、その作品自体が。なんで次もし会った時は絶対にマネージャーさん来てくださいってことになって、まあ仕事としてやるから、SNS に載せるだけならいいんですけど、お仕事としてこれからやっていくっていうのがあったから、この時私も露出して頑張ってたんですよ。なんですけど、その次がそのマネージャーさんと一緒にって言った瞬間、もうなくなっちゃったんですよ、その話が。撮影が今までずっと積み重ねてきて、これから作品にしようっていうのが、マネージャーさんも一緒になった瞬間にもうパーですね、なくなっちゃって、
それも私のその事務所は本当ヌードが禁止だったので、絶対にそのニップレス絶対につけてって普通だったので、まあ今までにそれは私の中で本当に触れられたのが見えないなっていうのとかありましたし、まあそれがねちょっとあったんですよ。そういう、もうこれもこのやつもあったし、あとなんかお風呂入浴してる感じの撮影もそのニップレスなしに、ってかもうコロってニップレスが取れちゃうんで、お湯なんで、その時のこう手挙げてる瞬間の写ってたのとかをちょっと写真できたの送ってきてたりとか、なんで、あ、写っちゃってるっていうのもその人には見られてますし、そういう時だけ目が見やすいようにしてるっていうかね、ちょっとほんと特定されちゃうから、まあ特定されていいと思うんですけど、まあまあまあ作品としてはすごく好きな方だったんですけど、まあそういうところが残念というか、そういうねちょっと男の部分を見せるともう終わりだなって、本当に難しいなって思いました。なので本当やっぱちゃんとね誰かがいてマネージャーさんとかいてとかだったらいいんですけど、ほんでもまあもともとその人もなんかちょっとニュースになってた人なんで怪しいっていうのはもうもともとなってたから、やっぱりそういうちょっと怪しいってなってる SNS とかでこのカメラマン怪しいっていう人は本当にやらない方がいいなっていうのは結構本当にあってることで、その人からしたらあれはなんか偶然だったんだよみたいな、まあ本当にねとか感じだったんですけど、もともとそういうことがあった人だったんで、そういう本当にね、そういう人は本当にそういうことがあると思うので気をつけてほしいなっていうのが私はあります。別にねもう会う機会は多分ほぼないと思うし、なのでこういうことを言ってるんですけど、あとはまあそのカメラマンさんで、まあ、海外、私はない、本当ないんですけど、海外の撮影で、海外だとやっぱ旅行とか泊まるのでホテルに、でカメラマンさんがマッサージするからって言って、グラビアの子にマッサージしてあげてそのままいいだろうみたいっていうこともみんなやってるからみたいな、マッサージから徐々にそういうことをさせていく人もいるらしくて、で私はそのすごいそのカメラマンさんの卑怯だなと思ったことは、何々ちゃんもやってるからやったからとか言って、その何々ちゃん絶対やってないと思うんですけど、勝手にそういう有名なグラビアアイドルの子とかの名前を勝手に使ったりするっていうね。だからその何々ちゃんも売れたのはそれをやったからのおかげなんだよっていうのを多分言いたいんでしょうね。だからそういう本当にそういう人には気をつけてほしいなっていうのはあります。はい、私よくそのカメラマンさんとカメラマンさんのこと好きになったりしないのってよくこう言われたりするんですよ。そういうお仕事こういうお仕事を知らない子とかからすると、私今までに撮影をされて好きになったってことは、撮影中はまあカメラが彼氏みたいな感じなんで、その人に対してすごいいいなと思ったことはこの反応、まあ一回だけはあるんですけど、一回だけですね。まあ一回いいなと思ってスタイリストさんとカメラマンさんとご飯に行ったりとかしたことはあって、でもなんかお互いそのカメラマンさんは私スタイリストさんのことが好きだと思ってたんですよ。で私はそのカメラマンさんのことめちゃくちゃ好きだけど、私に対しての好意は多分ないだろうなっていうぐらい、まあちゃんとしてること方だったので、私に気がない感じに見えたんですけど、一回だけね、そういうプライベートでもすごいいいなって思ったカメラマンさんは、本当に一人だけ17年間やっててありましたけど、はい。でも、なかなかね、そんな、私は本当お仕事としてやってて、すごいそんな好きとかなったことはないので、本当お仕事って感じですね。なので、そういう変なね、セクハラジジイカメラマンとかにはちょっとね怪しいなと思ったら気をつけてほしいなって思います。はいって感じかな。まあ基本すごい本当なんかこうやってねちょっと悪い感じに見せてますけど、本当いい人がほぼほぼなんで、でもそんなにカメラマンさんも人数いないのかな。で今までお会いした人でも多分そんないないと、100人もいないと思うんですけど、でもまあ昔の方がカメラマンさんってめちゃくちゃ怖くて、もうね映画監督とかも昔めっちゃ怖かったんですよ。もう台本投げつけたりとか、もうめちゃくちゃ怒鳴りつける監督さんとかも多かったんですけど、カメラマンさんでもめっちゃ怖い人で、今めっちゃ有名な人がいて、一回だけその人にもうお会いしたことがあって、撮影中ビリビリですよ。もう顔も全部もう怯えた顔にしかならないぐらい、それも私まだ新人の頃でもうその人に当たっちゃって、その時まだフィルムとかですよ、フィルム交換とかなんですけど、投げつける投げつける
仕事のものを投げつけるわっていうことがあって、もうその時は本当にカメラマンさんって怖いのビビってましたね。てかもう大体大人、私より年上の人が多いので、そういうこともありました。はい、いろんな人がいますね。あとはね、まあ、めちゃくちゃ面白いので言ったら、まあ、海パンカメラマンさんって言って、もう自分より露出してんじゃんってぐらい私と一緒みたいな感じで、寒い時期も海パンで一緒にやってくれる、撮影してくれるっていういいカメラマンさんもいたりね。いいカメラマンさんが基本多いですよ。多いんですけど、変な人があったから、そういう変なお話をちょっとさせていただきました。はい、そんな感じで、ね、変な人には気をつけてください。まあね、もう多いんですよ。あとなんか今写真集出す出す詐欺とか、あと衣装が現場行ったら違う詐欺とか、本当にニップレスとアンダーショーツだけは皆さん履いてください。絶対に見られるな、大事なところは見られるなって話です。そんな感じで今回はカメラマンさんのちょっとやばいお話でした。はい、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。もうね、年末ですね。私は年末に向けて Amazon でたくさん掃除用品を購入しました。パイプフィニッシュユニッシュパイプユニッシュで年末の汚い汚れを掃除して新年に向けて綺麗にしたいと思います。ということで皆さん、バイバイ。